2020年にアメリカの NASA によって発見された太陽系外惑星ケプラ 1649C。 この宇宙には地球にそっくりな惑星がいくつも発見されていますが、このケプラ 1649C は大きさと温度が非常に地球に似ており、現在発見されている太陽系外惑星の中で最も地球に似た惑星だと言われているのです。ケプラ 1649C とは一体どんな惑星なのでしょうか。今回はその最も地球に似た惑星ケプラ 1649C について紹介していこうと思います。ケプラ 1649C とは白鳥座の方向に地球から約300光年離れた場所にある赤色矮星の恒星ケプラ 1649 を公転する太陽系外惑星です。2020年4月15日に発見され、宇宙望遠鏡ケプラーがトランジット法で発見しました。トランジット法とは惑星が主星の前を横切る時のわずかな明るさの変化を観測することで惑星を発見する観測方法となります。ケプラー 1649C を発見したケプラーは2009年に宇宙に打ち上げられ、2018年に燃料を使い果たすまでの9年半の間に2662個の惑星を発見しました。このケプラー 1649C の存在は宇宙望遠鏡ケプラーによりデータ上で採取されていましたが、当初のコンピューターによる自動解析ではこれは惑星ではないと誤検知されていたため、その際は見過ごされていたのです。しかしテキサス大学の天文学者アンドリュー・バンダーバーグ率いる研究チームが真の惑星の存在を示すデータを見つけるためにケプラーが観測したデータの見直しを行い、2020年に最初は見過ごされていた地球サイズの惑星ケプラー 1649C を発見したのです。研究チームを率いたバンダーバーグ氏は、この発見は自動化された技術が向上したとしても人間による惑星候補の精査の価値を浮き彫りにしたものであると述べています。ちなみに地球とケプラー 1649C の距離である300光年がどれくらい離れているのかといいますと、まず1光年は約9兆5000億キロメートルとなり、これを時速300キロの新幹線で走る場合、これを1年間に進む距離に直すと約263万キロメートルとなります。なので1光年進むには約361万年はかかる計算となり、地球とケプラー 1649C の距離はかなり離れていることがわかります。これまでに地球に似た惑星が数多く発見されていますが、その中でもこのケプラー 1649C は地球と比較した場合のサイズや温度が非常に地球に近いため、これまでに見つかった地球に似た太陽系外惑星の中で最も地球に似た惑星であると言われているのです。ここからはケプラー 1649C と地球の類似点を紹介していきます。一つ目はサイズです。ケプラー 1649C のサイズは地球の 1.06 倍であり、これは地球とほぼ同じ大きさとなり、地球と同じく岩石などで構成されている地球型惑星であると考えられています。二つ目はハビタブルゾーン内にあるという点です。ハビタブルゾーンとは宇宙空間で地球のように生命の生存に適している領域を指し、恒星の周りを公転する惑星の表面に生命の存在の必須条件である液体の水が維持できるほどの適した温度で生命維持が可能な場所となります。これは惑星と恒星が程よい距離にあることが重要であり、仮に地球でいうと太陽に近すぎると水が蒸発してしまい、逆に遠すぎると水が凍ってしまいます。地球と同様にこのケプラー 1649C もハビタブルゾーン内に存在しているため、生命の存在や人類の居住に適している可能性があると考えられています。3つ目は表面温度です。
ケプラー 1649C は恒星であるケプラー1649の周りを約 19.5 日で公転しており、つまりこれは恒星との距離が地球と太陽の距離よりかなり近いことになります。しかしこの惑星が恒星から受ける光の量は地球が太陽から受ける量の 75% であることが分かっており、平衡温度は摂氏マイナス59度から19度と算出されており、これは地球の平衡温度であるマイナス18度に近い値となります。ちなみに平衡温度とは大気の存在を考慮せず主星から受け取るエネルギーと惑星から放射されるエネルギーだけを考慮した温度を指します。これは表面温度が地球と似ていることを示唆しており、もし大気が存在していれば温室効果により適度な温度が保たれ、表面に液体の水が存在している可能性があるとのことです。ケプラー 1649C と恒星の距離がかなり近いのに表面温度が地球と似ている理由は、主星であるケプラー1649が赤色矮星であるためです。赤色矮星とは太陽より質量が小さく低温で暗い赤色の光を放つ恒星のことを指します。これまでにサイズと温度のどちらかが地球に似ている系外惑星はいくつか発見されていますが、サイズと温度の両方が地球に似ている系外惑星はこのケプラー 1649C 以外に見つかっていません。このようにサイズや表面温度、そして生命の存在に適した領域であるハビタブルゾーン内にあることなど地球との類似点が多い系外惑星となりますが、そんなケプラー 1649C には懸念されている部分があります。それは先ほど言ったケプラー 1649C の主星であるケプラー1649が赤色矮星であるということです。実は赤色矮星には表面の激しい爆発現象であるフレアが活発であるといった特徴があるのです。このフレアが起こると惑星の大気が吹き飛ばされる上に生命に悪影響を及ぼす放射線が降り注ぐこととなり、生命活動が困難な状態となるのです。しかもケプラー 1649C の場合はその主星との距離がかなり近く、フレアの影響を大きく受けやすいため、たとえハビタブルゾーン内にあったとしても生命が生存するには難しいかもしれないと考えられているのです。そんなケプラー 1649C ですが、大気の有無などまだまだ分かっていないことが多く、未だ謎に包まれた惑星でもあります。地球との距離が300光年と非常に遠く離れていることもあり、現時点ではただ観察することしかできません。しかしサイズと表面温度などここまで地球に似ている系外惑星は現時点でこのケプラー 1649C だけであり、居住可能な新天地を目指す研究者にとっては興味が尽きることのない格好の研究対象となっています。はい、以上が最も地球に似た惑星ケプラー 1649C についてでしたが、これまで地球に似た惑星がたくさん発見されている中、大きさや表面温度などここまで地球に似ている惑星はこのケプラー 1649C 以外に見つかっておらず、しかも一度はこれは惑星ではないと惑星候補から除外されながらも、その後の望遠鏡の膨大なデータから人の手作業によって発見されたことはまさに奇跡と言っても過言ではないでしょう。地球との距離が非常に遠く離れていることもあり、未だに分かっていないことも多いですが、海や生命体が存在する可能性があり、今後の研究で明らかになることがあるかもしれませんね。皆様ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは。